皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム、つる日からやっていきましょう。前回というか前日は誰かと自主トレを選ばなかったので、このような夜の勉強法みたいな感じになってます。完璧だね。いや、何ですか戦国先輩、こんにちは。君はいつも元気だね。ああ、それが取り柄ですから。ああそうだ、君に一つ聞きたいことがあるんだけど、いいかな。何でしょう。何ですか君。榊コーチと随分仲がいいみたいだけどさ。なんと鋭いようで。はい、確かに仲がいいですけど。もしかして君たち付き合ってるの？いや、教師と生徒、ま、別の学校の生徒ですが、ま、ちょっとそういう考えっていうのはなんていうかすごいというか、まあなんというかその考えはすごいね。仲がいいことは、ここはそんな関係じゃありませんのがいいかな。ああ、気を悪くしたらめんごな。ちょっと聞きたかっただけなんだ。じゃあね。変な戦国先輩。はい、お完璧。神尾さん、こんにちは。お前頑張ってんじゃねえか。そういうの悪くねえよな。じゃな。かっこいい。よし、決めた。前回は、前回じゃないや、次回は神尾くんを攻略する。やった、神尾くんに褒められちゃった。おお、練習をサボるつもりか。あ、やっべ。榊コーチ、聞いていらしたんですか。聞こうとせずとも、あれだけ大きな声で叫んでいれば聞こえるのが道理だ。まあそこは中1っていうところもあるね。まあもうすぐ中2だけど。そんなに大きかったですか。ああ、そんなことより本当に練習をサボって特訓とやらをするつもりか。それなりの罰は覚悟の上だろうな。鬼コーチ、鬼コーチ、榊監督、それは、はい、罰は受けます。だから今日だけは私の思う通りにやらせてください。そうか、ならばいい。その覚悟があるのならな。では行こうか。私もお前の特訓に付き合おう。え、でもいいんですか。それだけの覚悟があるのならやらせてみる価値はあるだろう。そして練習をするからには指導する人間がいた方がいい。違うか。それは、はい、それじゃお願いします。いいか、私の掛け声に合わせて操作を行え。はい。ボレーは丸、ドロップボレーは、容量で丸、スマッシュは右押して丸、ロボは三角。はい、よし、はじ、あ、飛ばしちゃった、ごめんなさい。特訓を開始する。スマッシュ、ボレー、スマッシュ、ボレー、ロブ、ボレー、ロブ、ボレー、ボレー、スマッシュ、ボレー、スマッシュ、ドロップボレー、スマッシュ、ボレー、スマッシュ、スマッシュ、スマッシュ、ドロップボレー、ボレー、ボレー、ロブ。よし、
私汗焼けのラリーが緊張するって言ったけど、これが一番緊張するわ。なんだか力がみなぎってくる。なんだろこの不思議な力は。それがお前の眠っていた力だ。これが私の力。こうして私は特殊技能資格なしを身につけた。またこれか。これも榊講師のおかげだよね。感謝しなくっちゃ。なかなかいい動きだった。やはり特訓をしてみる価値はあったようだな。はい、榊コーチ、ありがとうございました。何を勘違いしている。まだメニューは残っている。まだ終わりじゃないんですか。今までの練習は今から私がお前に教える技への下準備に過ぎ。わかりました、お願いします。てやー、またこれか。まだだ。たー、甘い。はあ。ダメだ。なんかアタックナンバーワン見ているようだな。ああ、榊監督、もうとかいつものキャラみたいにさ、レストランとかカフェ行きましょうよ。どうした？早く立て。ああ、アタックナンバーワンとかでもなく、エースを狙えの鬼コーチみたいになってんじゃん。あれもテニス漫画だけどさ、本当に私に習得することができるんでしょうか。コーチとしての私の技量を疑うのか。違いますけど。私を信じろ。そしてお前を信じろ。はい、お願いします。てや、まだだ。はあ、たーだった。甘い。できた。よし、フィニッシュショット。孤高のサーブをマスターしたようだな。孤高のサーブって、やっぱ頂点に君臨するには孤高でなきゃダメですか。孤高のサーブですか。なんかかっこいいかも。試合中、体力ゲージの近くのマークが出たときに×ボタンを押せば使用可能だ。なるほど、簡単ですね。この技を1回使用するたびにフィニッシュショットボールを消費する。乱発は控えた方がいいだろう。とはいえまだ覚えたての状態だ。実戦で駆使し技に磨きをかけることも必要だがな。はい、ありがとうございました。それで罰っていうのは何でしょう。あ、まだ残ってたのか。声楽だとだいたいグラウンドを走らされたりするんですけど、まさか東京都内を一周とかじゃないよね。今のお前には必要な練習だった。そのことを結果で示してみせろ。そうすれば今回は多めに見てやる。榊コーチ、優しい。それにしても練習試合まではまだ時間がある。中途半端に時間が余ったな。そうですね。あ、そうだ、せっかくですからちょっと息抜きしましょうよ。何？だってほら時間もありますし、試合までは体を休めた方がいいですし、それに気分転換だって必要ですよ。理屈になっていないような気がするが、まあいいだろう。あ、本当言ってくれる？結果を出すなら多めに見ると言ったばかりだしな。やった。それじゃあ着替えてからまた集合しましょう。おいおい先生だよ。1個とか2個の差の生徒じゃないよ。言っておくがすぐに練習試合が終わる。あまり食べ過ぎるなよ。
いや、ここに付き合ってくれるさ、コーチもどうよ。あの、ハート型の椅子のあるカフェじゃないだけでマシであってさ、来てくれるんだね。あ、坂木コーチ何にします？私はコーヒーだけでいい。よかった、パフェとか頼まなくて。なんか、まあそれもギャップがあっていいと思うけどさ。え、坂木コーチお腹空いてないんですか？お前たちのような育ち盛りとは違うからな。あ、ごめんなさい。お前が食べているのを見ているだけで十分満腹になった気分になる。やっぱ年を重ねるとそんな感じになるのかな。私には遠慮せず好きなものを食べるといい。そうですか。じゃあ何にしようかな。これ旗から見たら親子だと思われてんのかな。いやー、美味しかったですね。そろそろ戻らないと試合時間に遅れるな。急ぐぞ。あ、本当だ。特訓の成果と息抜きの成果、必ず結果で証明してみせろ。はい、見ていてください、坂木コーチ。結局何食べたのさ。でもあそこのお店だから坂木監督が払ったのかな。あー、ギリギリ間に合った。練習試合ちょうどこれからだ。集合。これより本日の練習試合を行う。対戦相手は公平にくじで決める。順番に引き試合を始めてくれ。はい。今日の相手は、あ、ジミーズね。相手は基本がしっかりしているんだ。気を引き締めよう。お前、この前に対戦した時と全然顔つきが違うな。何があったんだ？そうですか、別に何もないけど。いや、確かに違うぞ。これは、あれだな、一皮むけたって感じだ。ああ、なるほど。それなら少しは楽しめそうだ。よし、ジミーズだったら。はい、お待たせしました。なんか町内の放送局の連絡でして、このまま実況続けようかなと思ったんですけれども、思いっきり町の名前が出ていたので、これはまずいなと思ってちょっと中断しました。はい、それではやっていきましょう。ジミーズなので大石先輩にしたいと思います。前回菊丸先輩だったのでね。山吹中の南たちが相手か。油断できないな。でも私たちも経験を積んできていますし、勝てますよね。もちろん負ける気はないよ。よし、行くぞ。はい。よし、生まれ変わった私を見せてやるんだから。あ、4ゲームずつね。最近勝てないな。もうイブくん、そろそろね、黒い服はだんだん暑いと思うんだ。じゃあラケットをテクニカルで。プレイ。あ、サーブが打てる。決まれ。いけ。やったね。わ、技名言わないのかい。ここのサーブとかって言わないの？それ期待してたのに。やっ、そこ。はっ。お、よし。ありがとうございます。サーティーラン。いきまーす。よし。強い、おいし先輩。フォーティーラン。いや、ゴールデンペア強いな。よかった、ゴールデンペアとの対戦なくて。いきまーす。受けるぞ。いい攻撃だな。いや、
この調子でいくぞ。すげえラリーだった。ゲーム、大石ペア。プレイ。ラブ15。オーケー。ラッキー。ラブ30。ストレートで勝てるか、これは。なに、あれいけんじゃない。ラブ40。おお、やったー、ストレート。ウォンバイ、大石ペア、ゲームセット。やった、勝った。手ごわいだろうとは思ったが、これほどとはな。いい動きしてたぜ。このまま頑張れよ。お、見せてもらったぞ。いい試合だった監督。特訓の成果がしっかり出せました。榊コーチのおかげです。試合に勝てたのはあくまでもお前自身の努力の結果だ。ご苦労、行ってよし。ありがとうございました。こうして今日の練習試合は終わった。明日の朝誰かと練習しよっかな。まあもう無理だな、明日の練習は自主トレしない。なんか難しいなこれも。朝か。3月6日選抜大会まであと1日、あと1日か。朝かよく寝たんだよね。今のは夢だったんだ。あ、起きようっと。もう500超えちゃった。なんとか時間通りに間に合いそうだけど、味は大丈夫かな。誰くんだろう、声楽の人かな。あ、手塚先輩。朝早くからすまない。何か手伝うことはあるか。あ、手塚先輩大丈夫ですよ。もうちょっと待ってくださいね。なるほど、確かにだいぶ完成に近いような。おい部長がつまみ食いするな。あー、つまみ食いお行儀悪いですよ。つまみ食いなどではない、現状把握のための当然の措置だ。そんなことよりこれは実によくできている。お、料理の腕は確かなようだな。よかった。これはちゃんと味見をしたのかって言われなくてよかった。食卓に並ぶのが楽しみだ。よくやったな。本当ですか、よかった。やった、手塚先輩に褒められちゃった。日頃から料理の腕上げといてよかった。こうしてこの日の朝食は大好評を博して終わった。さーて、もうすぐ午前の練習だ。張り切っていくぞ。ショット、ラブショット。よし、もう完璧。やってるな。
この調子を崩さず最後まで行こう。頑張れよ。はい。やった、大石先輩に褒められちゃった。グレート、うん、惜しかった。頑張っているようだな。この調子でさらなる高みを目指していけ。いいな。はい。やったー、手塚先輩に褒められちゃった。本日2回目。集合。いつもより早いが、本日の練習試合を始める。これは明日に備えてコンディショニング調整の時間を取るための処置だ。それではくじを引いて試合を始めてくれ。あ、練習試合もこれか最後。相手誰だろう。あ、氷帝か。うーん、氷帝の押したり先輩は元彼。ほな、よろしゅうな。手加減はせえへんで。まあ、元彼といっても付き合ってはいないと思うんだけどね。もちろんですよ、氷帝の天才の実力見せてもらいますよ。おい、俺のことも忘れんなよな。はいはい、ムカヒさんのプレーも目に焼き付けますから。さて、私のパートナーはここは氷帝で行くかな。それカバジ君行ってみるか。カバジ君お願いします。よし。押したりさんとムカヒさん、氷帝のレギュラーですもんね。きっと強いんですよね。よし。でもやるしかないんですよね。よし。よし、最後はバッチリ決めるぞ。あ、お互い4ゲームずつ。お、ガックン、かわいい。このバックの絵も手前の絵もかっこいいしかわいいな。じゃあラケットはテクニカルで。プレイ。強っ。まあ終盤だからみんな強くなってんのかな。いきまーす。また変なボタン押しちゃった。フィフティーンオール。決まれ。いけ、うん、やったね。ガックンごめん。サーティーフィフティーン。でもこれはあなたたちの監督から教えてもらった技なのよ。いきまーす。おお、センタースレスレで。じゃあここはワンゲーム取らせてもらえますか。決まれ。いけ、うん、そして2回目ごめん。よし、ゲーム、カワジペア、プレイ。君はスタミナ不足っていうことで思いっきり走らせちゃったよ。行くぜ。任せてください。お、すごい近距離で。ラブサーティ。おお、やった。ラブ40。このゲームはストレートで勝ちたい。
行くぜ。カバジ君アウト。いやでもまだ大丈夫。やったぜ。主役の一員なんだから。ウォンバイ、カワジペア、ゲームセット。これまた榊監督が励ましというか頑張ったねっていう言葉くれんのかな。勝った、勝っちゃったよ。クソクソ、俺たちの負けかよ。この合宿でえらい成長したな。正直ここまでになるとは思てへんかったわ。パートナーがカバチやっちゅうことを抜きにしても俺らの乾杯や。評定の俺らにとっては手の内を知り尽くしたやつをパートナーに、この一生は大したもんやで。手の内を知り尽くしてるからって舐めてかかるからこういう結果になったんじゃないんですか。監督、試合は見せてもらったぞ。榊コーチ、評定のあのダブルスペアを相手に勝ったのだ。自信がついたのではないか。まだ私が自信なんて口にするのは10年早いですよ。それに今日の試合で満足するわけにもいきませんし。ならば明日のトーナメントで満足してみせろ。ご苦労、行ってよし。え、明日のトーナメントのパートナーどうしよう。はい、パートナーどうしよう。こうして今日の練習試合は終わった。明日はいよいよジュニア選抜のトーナメント戦だ。パートナーどうしよう。ここにいたか。おお、監督、コーチ。いよいよこれで合宿も終わりだな。そうですね、なんだか寂しいですよ。この合宿で一番伸びたのは間違いなくお前だろう。一番未熟で完成されていない選手だったということもあるが、それでも実によくやっていた。ありがとうございます。本当にこの合宿ですごく実力がついた気がします。みんな榊コーチのおかげですよ。本当にありがとうございました。いや、礼を言うのはむしろ私の方だ。え、なんか私しました？お前ほど指導しがいのある選手は久しぶりだった。いや、久しぶりというより初めてかもしれんな。まあ確かに評定生をここまで指導してる榊監督っていうところ見たことないもんね。そんないくらなんでも褒めすぎですよ。どうだ、あれ評定に来ないか。え、そういうのはさ、エンディングとか後日談とかでやるもんじゃないの。お前なら特待生として編入できるよう働きかけてみてもいい。まあ確かに教員だけどさ、まあ私も性格からルードルフ行った身だから何とも言えないんだけど、それは。いや、すまない、私としたことはつまらないことを言った。いや、つまらないってことはないんだけど、まあさすがにね。あ、でも特待生だと学費とか免除になるのかな、オーラン高校みたいに。まあ倍だよね、それこそ性格と評定と比べたら。お前は声楽の選手、声楽魂がお前のテニスを構成する重要な要素の一つだ。はい、確かに試合でも何回か使わせていただきました。若者を迷わすようなことを言ってすまない。お前の才能を愛するゆえの言葉と思って水に流してくれるとありがたい。
そんな水に流さなんてそんな簡単にできませんよ。転校しませんけど、誘ってもらったことは素直に嬉しかったですし。あ、転校しないんだ。そうか。いやー、わかんないよ。エンディングでやっぱり転校しますとかってならないかな。お前にはジュニア選抜の中核となる選手になってもらいたい。今後も機会があれば厳しく鍛えていくぞ。はい。お前はまだ1年、順調にいけばあと2回この合宿で会うことになるな。まあ、それ以外でも会っていただけたら嬉しいんですけど、来年以降も選ばれるように頑張ります。そうだな。私も来年以降も選抜の指導を任されるよう励むとしよう。うん、なんかこっちの方が心配になってきたわ。なんか他校の女子生徒との関係を持った疑いというか、そういう証言が出て教員人生奪われたりしないかな。お前も龍崎先生の下で練習に励め。行ってよし。まあ、龍崎先生には多分お世話になったと思うよ、前作で。まあ、やったことないんですけど。本当に今日までありがとうございました。明日までよろしくお願いします。そしてラスト1日よろしくお願いします。ちょっと私早とちりしちゃった。あ、タカさん。はい、タカさん、どうしたんですか、わざわざ電話なんて。ああ、突然ごめんね。ちょっと話があるんだ。何ですか。やっぱりこういうことは直接話した方がいいと思うんだ。今から裏庭まで来てくれないか。はい、わかりました。すぐ行きます。こういうこと。え、タカさん、まあ確かに試合やったけどさ、タカさんと誰だろう。タカさん、まあ一応ラケット持っていこうかな。念のためラケット持っていこう。なんか菊丸先輩と大井先輩っぽいな。ごめんね、呼び出して。あ、いえ構いませんけど、あのひょっとして明日のことですか。うん、そうなんだ。実は明日の試合ミックスドで出ようかと思ってる。え、ミックスドに。それでね、お前とペアを組みたいんだ。私と、私がタカさんのパートナーに。迷惑かい。そんなことないです。でもどうしてなのか全然わからなくて。確かに俺がミックスドなんて変に思うかもしれないね。まあ